大空ツバメは学校一の美女だ。学校の男子から告白されるのは当たり前。外を歩けばナンパなんてしょっちゅう。ねえ後輩くんさ、私と付き合わない？そんなモテまくり美女が俺岡崎東吾に突然告白してきた。告白ってそんな軽い感じでするもんなんですか？高校生の恋愛って言ったらもっと甘酸っぱくてドキドキワクワクハラハラするもんなんじゃないんですか？夢見すぎ。告白くらいで一喜一憂するなんて俺だから童貞は。まあ先輩経験豊富そうですもんね。本来付き合うって楽しいことのはずでしょ。重く考えず軽く、あ、この人となら付き合ってみてもいいかなでいいのよ。そういうもんですかね。でどうなの？本気なんですか？いつもみたいにからかってるだけじゃなくて。人聞きの悪い。ただいつも女の子に慣れてない年下の男の子にちょっとボディタッチしたり思わせぶりな態度を取ったりしてるだけで。人はそれをからかうという。俺と先輩は同じ図書院で一緒に仕事をしているうちに話すようになったのだが。というか年下の男子をからかうのはやめてください。襲いますよ。だって図書院の仕事って暇でやることないんだもん。暇つぶしにからかわれてたんですか俺。別にいいじゃない。何が不満なの？こんな美人な先輩にからかわれて男の子的にはむしろ嬉しいもんでしょ。生命が足りないっていうか俺はもっとハードなのも。え、引くわ。冗談ですよ冗談なんで。ちょっとずつ俺から距離を取るのをやめてくれません？傷つくんで。感は9大で本気なんですか？さすがに私でも冗談でこんなこと言わないって。ちょっと後輩くん、信用できないって目で見るのやめてくれない？傷つくから。だって普段があれですし、あんな軽い感じで告白されても俺のことを本当に好きなんですか？そこまででもない。あれ？後輩くんとなら別に付き合ってあげてもいいかなって思っただけ。別に好きとかじゃないし。普通恋愛って好きになってから告白したりするもんなんじゃ。あのね、恋愛っていうのは相手のことを好きになればなるほど辛くなるものなの。告白して振られたらどうしようって不安になって告白できなくなるし、相手のことが好きすぎて後輩くんが他の女の子と話してるだけで嫉妬しちゃうし、そんな自分に自己嫌悪しちゃうしで精神的にいろいろやばい感じになるわけよ。え、今の先輩の話ですか？違う。だって今後輩くんって。違うから。それは言葉のあやだから。私別に後輩くんのことそこまで好きじゃないから。あ、じゃあ俺が他の女の子と話しても嫉妬とかしないんですか？しない。なんか今変な間がありませんでした？ない。とにかく恋愛は好きになりすぎない、ちょっと気になるから付き合ってみようかなぐらいがちょうどいいの。好きになるのなんて付き合ってからでも遅くないんだし。だからね、付き合ってみない？まあ先輩は俺なんかよりも経験豊富そうですし、先輩の言ってることは正しいんでしょうね。その通り。私は恋愛強者だから。じゃあ俺たち付き合ってみますか？え、いいの？圧がすごい。かん。じゃあこれからよろしく後輩くん。はい先輩。ちょっと、これから恋人になろうって女の子を先輩って呼ぶのはないんじゃない？これだから童貞は。先輩だって後輩くんって呼んでるじゃないですか。わかった、わかりました。東吾くん、これでいいんでしょ？今めちゃくちゃと思ってませんでした？まさかこの恋愛強者である私が名前を呼ぶ程度のことで緊張とかするわけないじゃない。足、生まれたての小鹿みたいに震えてますよ。ほら、私が名前で呼んだんだから、東吾くんも名前で呼びなさいよ。大空先輩？なんで名字なの？下の名前で呼びなさいよ。めっちゃ怒るじゃん。ツバメさん、これでいいですか？なんか納得いかない。なんで恥ずかしがりもしないの？もっと恥ずかしがって顔を真っ赤にするべきなんじゃないの？それ、義務だったんだ。いや、名前呼びくらい童貞でもできますよ。
ブス。あ、そんなこんなで俺は学校一の美女と付き合うことになった。東郷くんに恋人の私が特別にお弁当を作ってあげたわ。感謝してよね。わざわざありがとうございます。俺嬉しいです。お弁当くらいでそんなに喜んじゃって。別に大したもんじゃないんだからね。私のお弁当のついでに作っただけなんだから。え、これがですか？お弁当からどえらいほどの愛情を感じるんですけど。ああ、やだやだ。別に私そこまで東郷くんのこと好きじゃないって言ってるじゃん。愛情とか別にないから勘違いしないでくれる？そうですか。まあ別にいいですけど。いただきます。そわそわ、うんうん、そわそわ、ハラハラ、ほろほろ。どうしたんですか？そわそわ言いながらそわそわして。いや、味の方はどうかなって思って。あ、失礼。あまりにも美味しすぎて感想を言い忘れてました。美味しい？それならいいんだけど。なんかお弁当から愛情を感じましたよ。だからそんなの言えてないから。あ、何そんな急に見つめてきて。先輩って本当に俺のことを大して好きじゃないんですか？本当は俺のことを大好きだったりするんじゃないんですか？はい、知識過剰すぎて恥ずかしいわ。全然そんなことないから。ほんと付き合ってもいいかなくらいだから。ほんとそれだけだから。にしてはおかずは俺の好きなものばかりで、量だってちょうどいいくらいで、自分のお弁当を作るついでなんて言っているが、おかずの内容が違いすぎる。これは明らかに俺のために作ってくれたお弁当なのがわかる。ありがとうございます、ツバメさん。まあ、美味しかったなら別にそれでいい。付き合い始めてからしばらく経ち、勉強教えてほしい？仕方ないわね。週末、私の家で勉強会でもする？というわけで、ツバメさんの家でおうちデートすることになった。ここがツバメさんの部屋ですか。なんかいい匂いがしますね。女の子の部屋に入ってまず匂いを嗅ぐって、私の彼氏が高度すぎてついていけないんですけど。ちなみにファブリーズの匂いだから。俺の感動を返してください。初めて入った女子の部屋の匂いがファブリーズの匂いだったなんてショックだ。は、つまり俺の部屋にもシュッシュとファブれば、実質ツバメさんの部屋にいるってことになるんじゃ。彼氏の頭がおかしい。でもこんな彼氏も悪くないと思う自分がいるのが一番嫌だわ。ツバメさんの部屋結構綺麗ですね。やっとそこ触れたし。まあ彼氏が来るんだったら掃除くらいはするでしょ。タンスとか開けてもいいですか？ダメに決まってんでしょ。缶は9台。それから目的の勉強会を始めること1時間。ツバメさんがやたらチラチラと俺のことを見てくる。あー、なんか熱くなってきちゃったな。そんなこと言いながら薄着になったり。ここの問題がわからない？ここはこの公式を使うんだよ。やたら体を押し付けてきたり、いつもみたいにからかってきているのだろうかと思ったが、顔を真っ赤にしているツバメさんを見た感じ、そういうわけでもないらしい。俺、付き合い始めてから思ったんですけど、ツバメさんって本当は恋愛未経験ですよね。はい？全然経験あるんですけど。むしろ経験しかないんですけど。よくよく考えてみれば、ツバメさんってモテはしても誰かと付き合ったって話を聞いたことがないんですよね。それはそれに、なんか付き合い始めてからの攻め方がなんか未経験っぽいですし。なんで東郷くんにそんなこと、わかるの？俺も同じだからわかりますよ。なんか説得力すごい。恋愛強者ぶってからかってきますけど、本当は未経験なんじゃないんですか？そんなことないもん。などというので、それではたまには俺もやり返してみようと思い立ち。嘘は良くないぜ、ツバメ。本当のことを言ったらどうなんだぜ。別に私嘘なんて。本当のこと言ったらご褒美をあげるんだぜ。ご褒美？東郷くん、すみません。ご褒美何がいいですか？急にキャラぶれるのやめてくれない？やるならちゃんとやり通して。
慣れないことをするもんじゃないですね。とりあえず離れてくれない？別に心臓がドキドキしすぎて破裂しそうだから離れてほしいわけじゃないから、そこは勘違いしないでね。ツバメさんすごい汗だ。暑いな、今日は暑いな。やはりこの感じ間違いない。ツバメさんは未経験だ。ではそこまで経験豊富だと言い張るなら、その豊富な経験で俺をドキドキさせてみてくださいよ。このクソ生意気な後輩くんめ、やってやろうじゃない。あたしに喧嘩売ったこと後悔させてあげるんだから。はい、じゃあスタート。え、いきなり？えい、どう？東吾くん程度ならこれで。はあ。え？ツバメさん、俺たち恋人なんですよ。はい、そうですね。手を握るにしても、ただ重ね合わせるじゃなくて、こう絡み合うようにがっちり握らなきゃ。これって恋人つなぎ？まったくツバメさん、この程度ができないんじゃ恋愛経験豊富だなんてとてもとても。で、次はどうするんですか、恋愛教座のツバメさん。はい、勝ち。あれ、え、ツバメさん、急に服を脱ぎ始めて何をしているんですか？やめてください。やめろって言ってるでしょうが。そこまで言われて黙ってたら女が廃るってもんでしょ。こうなったらもうどんな手を使ってでもドキドキさせてやるんだから。からかっただけですから。さっきのはからかっただけで別に本気じゃないですから。ちょっといつもからかわれていた分、からかい返してみたかっただけですから。うるさい、私は脱ぐ。どうして俺は脱ごうとしているツバメさんを脱がせまいとしているのだろうか。普通逆じゃなかろうか。そんなことを思っていると、勉強ははかどっているかしら。お茶とケーキを買ってきたから、よかったら二人で。東吾くんが脱がそうとしてきて。ツバメさん、それはシャレにならないですよ。ごゆっくり。その後誤解を解くのに1時間かかった。はあ、どうしよう、家に居づらくなってしまった。どんまいです。東吾くんのせいでもないか。なんでそこまでして未経験なのを認めなかったんですか？だって未経験だと思われたら恥ずかしいじゃない。ただでさえ今まで恋愛経験豊富ぶって散々東吾くんのこと童貞だなんだからかって遊んでたのに。まあ確かに未経験だって知ったらふぎゃーって笑い飛ばしてたと思いますけど。笑い方の癖強くない？あとツバメさんって俺のことめっちゃ好きなのに、なんでそれ隠してるんですか？そんなにわかりやすかった？よっぽど鈍感じゃなければ気づくレベルには。最悪だ、恥ずかしい、帰りたい。ここツバメさんの部屋ですけどね。そうだった。笑わない？笑えません、多分。確約してくれないんだ。その東吾くんに告白しようと思った時に、もし振られたらと思うと気が気じゃなくて、軽いノリでいけば告白できるかなって。なるほど。それに重い女って思われたくなかったし、軽いノリなら東吾くんも OK しやすいかなと思って。爆笑。はい、こっち。ひどい、東吾くん、恥を忍んでつまびらかに全てを明かした乙女を笑うなんて。いや、周りくどいことする人だなって。そんなことをいちいち気にしなくても、俺告白されれば即 OK してましたよ。え？だって俺もツバメさんのこと好きだから。そうなの？そりゃ図書院の仕事でよく一緒になってる美人な先輩に毎回からかわれるんですよ。後輩男子なら好きになっちゃいますよ。そうなんだ。私もさ、東吾くんってからかったら結構可愛い反応するし、仕事も真面目でいい子だなって思って、その気づいたら好きになっちゃったんだよね。そうだったんですか。うん。おや、ツバメさんが熱のこもった瞳で俺をじっと見つめてくる。この雰囲気はもしやキスをしてほしいってことなのか？俺とツバメさんはどちらからともなく唇を近づけ、その一応否認だけはちゃんとしてね。
いろいろ台無しである。こうして俺とツバメさんは気持ちを通じ合わせ、以前にも増してラブラブになったのであった。おまけ、俺筋トレしようと思います。急にどうしたの？俺夢ができたんです。そう、ツバメさんをお姫様抱っこするという夢が。ちっさ、もっと大きな夢もと？十分大きな夢、もとい重い夢ですよ。え、ちょっと待って、それ私の体重が重いとか言ってるわけじゃ。ねえ、なんで目を背けるの？ねえ。100、今日のメニュー終わり。今日も頑張るわね。大きな夢ですからね、お姫様抱っこ。精が出るのはいいけど、あんまり頑張りすぎないでね。